ああ、キリュウちゃん、戻ってくれてよかった。伊達さん、キリュウちゃん待ってる間、ずっと飲み続けててね。こんなに強い酒を、どうしたんだ。さあね、いろいろあるみたい。何何？サヤって女からだが、伊達さん、約束すっぽかしたようだな。それ、伊達さんの娘さんよ。さっき酔っ払いながら言ってた。この辺で会う約束してたみたいだけど、しょうがないわね。この辺？ここの向かいに裏路地あるでしょ？そこに第三公園って小さな公園があるの。ねえ、おじさん、暇？これから私たちと遊ばない？一人でもいいけど、二人一緒でもオッケー。条件は特にないけど、無茶なのは勘弁ね。どういう意味だ？え？どういう意味って。ごめんね、やっぱ何でもない。でもどうすんの、サヤ。すぐに見つかるって、行こう。サヤ。ちょっと。伊達さんの娘か。で、伊達さんは知ってんのか？はあ？知ってるわけないじゃん。頭おかしいんじゃないの？お前らよりはマシだ。俺は自分を安売りしたりはしねえ。関係ないでしょ。ちくりたきゃちくりゃいいじゃん。とにかくお金が必要なの。ほっといてよ。さや。おじさん、サヤの味方？多分な。そっか。実はね、サヤ、変な男にはまっちゃってんだ。翔太郎とかいうやつ。チャンピオン街のシェラックってバーの。それで？なんか金のかかる男なんだって。それで、あの子あんなことまでして遊ぶ金稼ごうとしてるの。ねえ、おじさん、あの子ヤバいかも。おじさん強そうだし、サヤのお父さんの友達なんでしょ。なんとかできない？いらっしゃいませ。翔太郎はいるか？お客さん、知り合いかい？そうかい。で、注文はしないのかい？そうだな、一つゲームをしよう。うちで一番高いものを当ててみな。分かりやすい質問だな。も、分かりやすい質問だったか。そうだよな。気に入ったぜ。教えてやるよ。翔太郎ならもういないよ。3ヶ月くらい前からスターダストって店だ。この町一のホストになるんだと。翔太って名前でいるはずですよ。あ、キリュウさん、いらっしゃいませ。お一人ですか？いや、翔太ってのは来てるか？ええ、翔太なら。あそこにいるのがそうです。あ、ちょっと伊達さんか？さや。え、お父さん。お客さん、困ります。どけ。翔太、大丈夫？サヤ、お前こんなとこで。こんなとこで何よ、今さら父親面。今日だって約束すっぽかしたくせに。それは。お父さんはいっつもそう。会ったって何も言ってくれないし、つまらなそうにして。そのくせこんな時だけ父親ぶる。サヤ。帰るね。サヤちゃん。
さや。ちょっと離して。うるせえ。おい、何やってんだ。なんだおっさん。その子から手離せ。ああ、この女はな、うちの会社に借金があんだよ。関係ねえから引っ込んだろ。借金。ああ、この女、ホストクラブ通い詰めて借金まみれよ。借りた金返さないって言うから体で稼いでもらおうってわけ。今度ビデオでデビューすっからよ、おっさんも買ってくれや。やろう。お父さん。キリュウ、お前、てめえら覚悟はできてんだろうな。伊達さん、話は後にしようぜ。あの子の父親だ。お前らのボスと話をさせろ。遅いっすね、伊達さん。一人で行っちゃったけど大丈夫ですかね。キリュウさん、翔太が言ったの。マチキンから借りた店のツケすぐ返さないとまずいから、どうにかして金作れって。いつからそんなことを。本当は初めてだったの。でも来週までにお金を用意できなかったら翔太殺されるかもって言うから。てめえの命惜しくて自分の女に何とかしろってのが。本当にお前を大事にしてるならそんなこと言えるわけがねえ。でも私には翔太しかいないから。伊達さんならお前を守ろうとする。自分がどんな目に遭わされようともな、お前のことを一番大事に思ってるのは翔太じゃない、伊達さんだ。ねえ桐生さん、私お父さんが心配。そのマチキンの場所わかるか。ピンク通りの花形ビル、そこがあいつらの事務所なの。行くぞさや、お前も一緒に来るんだ。お前ら。ねえあんた、さやの親父さんなら金払ってよ。そしたらビデオの話は忘れてやるよ。いくらなんだ。店のツケが20、俺が建て替えたから利子と合わせて400。翔太はさ、うちの系列で金借りたのよ。その利子が乗っかってんだよ。バカな。払えないんだったらさやちゃん、しょうがないでしょ。おい翔太、何やってんだ。こいつさつか。へえ、4か、丸棒じゃねえか。マジか、やべえじゃねえかよ。まあ待てよ、お父さんさ、丸棒だったら押収した拳銃とか山ほどあんだろ。何？そいつを回してくれたらサヤの借金チャラにしてやるよ。どうだ、いい話だろ。話にならねえよ。強がってんじゃねえよ翔太。なんで？薄情な親父だねあんた。娘大事じゃないの？大事だ、大事に決まってんだろ。さやには指一本触れさせねえ。だったら要求を飲めよ。俺はさやの父親だ。だが警察官だ。お前らの要求は飲めねえ。じゃあサヤはどうなってもいいんだな。ああ、あんたはサヤより仕事を取ったんだな。殺せよ。
なんだと？殺せって言ったんだ。ここで俺が死ねばさすがにお前らでも逃げ切れないだろう。日本の警察は甘くねえんだよ。それにさやはきっと俺の友達が守ってくれる。じゃあ望み通りにしてやるよ。別に俺らは殺なんか怖くねえ。鼻から失うものなんてねえんだよ。うわっ、お父さん。なんだてめえ。あんた初めっからグルだったわけだ。腐ってるぜお前ら。20が400だって。冗談にしても笑いやしねえな。いえ証文出せよ。借りができたな、キリュウ。いや、お父さん、普通の女子高生なんだな、そうしてると。やだ、ジロジロ見ないでよ。 お父さん。サヤ、俺はダメな親父だ。10年前お母さんとお前から逃げ出した。だからお前に何も言えた義理じゃないと分かってる。でもな、それでも一つだけ約束してくれないか。自分をもっと大切にしてくれ。サヤが幸せになるためにもっと自分自身を愛してくれ。それでもお前が苦しんだり危ない目にあったら俺は守ってやる。守ってやるから。分かった、分かったから泣かないでよ。おはよう、伊達君。課長、何か？ああ、ちょっと話がね。何のお話でしょうか？10年前、君は独断である事件の捜査を進め、その後のキャリアを滞らせた。二度目がないことは分かっているね。ええ、まあ。担当直入に言おう。今君が調べていることからすぐに手を引くんだ。どの件でしょう？交渉の余地はないんだよ、伊達君。今すぐ手を引きなさい。話は以上だ。失礼します。おい、伊達君。今のが伊達刑事かね？はい。どうだ、須藤君。誘拐犯なんですね、伊達さんと一緒にいるのは。そうだ。依頼主は明かせないが、捜索願いが出ている。上から直接頼まれた異例の任務だが、一課で引き受けてもらえないか？わかりました。その様子じゃ柏木に泣くまで怒られたって感じやな。島野のおじき、聞いたで。踊れの子分に手合いとるようやの、錦山。せっかく風間のおやさんにいろいろと便宜を図ってもらったってのに、俺が不甲斐ないせいで。やっぱりわしが思ってた通りや。風間っちゅう男もえげつないことをやりよるの。
どういうことです？本気でお前を大事に育てる気やろうややったら、そんな連中選ぶはずないやろ。まあ嫌な思い散々させてお前が値上げるのを待っとるんやろな。そんな。これだけは覚えとけ。風間はな、桐生に組を持たせたいだけや。桐生のやったことは絶対許されへん。せやけどな、皮肉なもんやが桐生の評判はすこぶれえで。まあ大物やったちゅうのはそれなりの貫禄がつくもんや。シャバに出た時はもうお前には手の届かんところにおるやろな。親殺しの外道でも貫禄さえつきゃそれなりに上になれるんがわしらの世界や。ひょっとすると目障りなくらいでかい組こしらえるかもしれん。でも柏木さんは桐生が出てきたら俺の組で面倒見てやれって。どやこ、目覚ませ。面倒見られんのはお前の方や。まあでもそん時は桐生もやりづらいやろうからの。お前の扱いには困るはずや。人も殺せんガキが無理しても先はあらへん。仇にでもなれや。